斉藤利長は、室町時代の武将、三濃守護大。斉藤宗苑の嫡男で弟に、斉藤明鎮、立友、周治、竹脇左門の城、越前守ると称す。妻は、赤松氏の出身。戦災の子に、李富士、乗明、五歳の子に、都久に、李安、律奈良がいる。法名は、太閤宗介大古寺。 文安元年うるう6月19日、父が守護大富島氏を殺害したことに始まる美濃の合戦に参加。翌文安2年8月、美濃における斎藤氏の拠点として、加納城を築城したという。守護大就任以前は在京することが多く、和歌を良くし、前州にも深く経したという。法徳2年9月、父が暗殺されると、 暗殺の死亡者である富島氏長石と戦い打ち滅ぼし、間もなく、守護大となる。交渉2年、時持駅の着手持ち券がなくなると、後継者問題が発生した。持駅の孫で、持券の諸子亀治丸を押す声があったが、李久氏は拒否し、まだ壮年の持駅を隠居させ時なりよりを、守護職に据えた。長六4年、中部を患い死去。 武勇に優れて精廉な武将であったとされ、その死を惜しむ記録が残されている。ありがとうございます。